そうねね、今の彼らには誰も勝てん。まずコバレフやカラム・スミスにあんな勝ち方した時点でバケモン。うん、確かに。ただ、えっ、ー、と、今、えー、俺はアンドレウォードがいたら、普通に彼らは負けると思います。うん。ウォードにはできません。絶対に。ましてや、この間のケイレブ・プラント、えー、に、あんな感じだと、間違いなく、もう俺120、120%これかけてもいいですわ。あの、 ウォードがいたら負けると思う。だから、まあ、えー、カネロもすごい。もちろんすごいんだよ。とんでもない。けど、やっぱあそこあたりのね、選手層がやっぱちょっと薄いっていうのも俺はあると思う。うん。コバレフもちょっとシンはもう過ぎてるし。アンドラーデはね、カネロとどうしてもやりたいみたいですね。うん。ただアンドラーデはね、カネロとやりたいんだったら、スーパーミドル級に上げるとか、うん。 なんかちょっと自分もやった方がいいよ。うん。その、カネロ追っかけていくとかさ、その記者会見だけにで出てきて、なんかどうのこうのとかじゃなくて、その、実際に俺はカネロとやりたいんだと、あの、いうことを見せるために、自分もスーパーミドル級でやってみたらいいじゃん。うん。なんかいきなりね、階級ちょっと今違うのに、 スーパーミドル級のなんか一番すごいやつじゃあちょっと俺はやってみたいとか。なんかちょっとそれはまた違うと思うんだよな。うん。ボクシングはやっぱビジネスだから自分も相手にとって美味しい相手にならないと、やっぱ向こうもやりたいとは思わないよね。マンドラーデもでかいので、いいじゃん。じゃあスーパーミドル級でやってみてよ。うん。ベテルビエフ見たいですね。ベテルビエフってスーパーミドルですよね。うん。ただやっぱり、こう、うん めちゃめちゃ人気があるかっつったらまた違うからね。うーん。